それでございます上司が教えてくれない営業のコツ。今日は極端性回避の法則を使って決断できる環境作りをしましょうということでございます、まあ。極端性回避の法則、単純なんですよ。あなたはどれを選びますかということで、梅、小畜梅と、えー、1000円、3000円、5000円。 どれが一番選ばれるかって話なんですが、まあ有名ですね。真ん中選びますよということでございます。まあ極端性回避の法則とか、そのまま松竹梅の法則ということで、ポイントとしては選択肢が3つあるっていうところがポイント。 ですね、選択肢が1つとか2つでいくと比較できる材料が少なくて選ぶことができないとで逆に選択肢が4つ以上だと、まあ、比較材料が多すぎて選ぶことができないということですねで、まあ、3つあるとちょうど真ん中を選ぶっていうところから、まあ、要は選んだ理由っていうのを明確にしやすいわけですね なんで、まあ、そういった形で営業っていうのはいかに選んでもらうかっていうのがまあ大事な役割というところでお客さんに提案すると提供するときにも考えなきゃいけないのは選ぶ でもらえるような情報をしっかり伝えるっていうことももちろんなんですけども選びやすい環境を作ってあげるっていうことも営業ってすごく大事なポイントなので松竹梅の法則、副担性回避の法則ってまあ行動経済学で言われてるところですけども、まあ、こういった環境づくり場づくりっていうことも意識しながら提案していただきたいなと思っております。本日は以上です。営業チャンネル。 本日もご覧いただきましてありがとうございました。引き続き、いろいろ営業に関するアドバイスですとか、経営に関することをいろいろお話ししていきたいなと思いますので、ご興味持っていただいた方ですとか、今日のお話面白いなと思っていただいた方は、ぜひチャンネル登録、高評価ボタンを押していただければと思っております。またツイッターもやってますので、ご興味持っていただけた方は、ぜひフォローいただけると嬉しいなと思っております。引き続き、ぜひよろしくお願いいたします。本日は以上です。